それでは登場いただきましょう。池口恵寛先生でございます。どうぞご登場くださいませ。日本列島は異常気象が続きまして、体温を超えるこの暑さが続いたかと思いますと、急に涼しい日になったりして、体力の弱い病人の方とかお年寄りにはとりわけ応えたんじゃないかなという気がいたしております。9月は本来は中秋の名月をめでて、そして秋を楽しむ季節でありますけれども、最近の日本は温暖から亜熱帯になってしまったと、温帯から亜熱帯になってしまったからと言われるほど気温が上がって、台風が来たかと思いますと大変な雨が降ったり、また竜巻が起こったり、また雷が襲いかかる。雷ももう今頃こう落ちることが多くなっていますですね。でこの前も何人かの方が亡くなったみたいですけども、まあ私たちが小さい頃は雨が降るときは、すいません、あの木の下に行って雨宿りしたりということだったんですけれども、今は木の下に行ったら危ないから木の下には行くなって、木に雷が落ちるからというような風になってきておりますが、昔から地の波乱は天の乱れを招くというふうに古来からこうして言われてきたんですが、今やこの日本の政治の迷走は目を覆うばっかりになってきております。体力また気力のない病人はトラブルが起きても自力で、解決できませんけれども、昨今の日本の政治家たちはまるでこの病人のように次から次へと押し寄せてくる難題を解決できるような体力、気力を持ち合わせていないようでございまして、問題はますます混迷の一途をたどるばかりでございます。また世界に目を転じてみましても、ヨーロッパの金融不安は先行きの希望には程遠くなっておるようでございまして、いずれの国も経済不況を抱えているようでございます。さらには中東の緊迫する情勢もあります。アメリカにおきましては大統領の選挙がございますし、中国では指導者の交代がございます。こうして世界は大きく変わろうとしております。そのような時であるからこそ、私は心の再生が現代社会を救う薬であるんだというふうに説いてきてきたわけでございます。心というのは何なのか。心というのは私たちの生命そのものでございます。私たちを生かし大きく育てる仏様の力であります。先月イギリスで、開かれたロンドンオリンピックで日本は記録を破る数のメダル、
38個も獲得いたしましたけれども、昨年の3月の11日に起きた東日本大震災、千年に一度という巨大津波、また世界に衝撃を与えた原発爆発で、たくさんの人たちが肉親や大切な人を失って、家も事業もなくしてしまって、今なお避難生活を送っていらっしゃる人々もたくさんいらっしゃるわけでございます。そうした人たちが、このロンドンオリンピックの日本の選手たちの活躍に勇気づけられていらっしゃいました。卓球で銀メダルを取りました卓球女子チームの福原愛選手が、たくさんの人たちに喜んでもらいたいと思って頑張ったと、こういうふうなことを言っておりましたですね。愛ちゃんは東北仙台で育った方でございます。震災のあと現地を訪れて、自分がオリンピックで活躍をすることが一番のお見舞いになるんだと思って、メダルへの道を誓って頑張ったわけでございました。心の力がどれほど大きいものか、オリンピックは私たちに改めて教えてくれたと思います。女子サッカーのなでしこジャパンの銀メダル、また体操とか水泳、どの競技も選手たちがオリンピックを目指して一生懸命精進をして、自分と戦って勝利をつかんだわけでございます。かつての女子マラソンのメダリストであります有森裕子さんがテレビでコメントしておりました。皆さんも見られた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、この度の女子マラソン選手たちの成績があまりに振るわなかったことについて話していらっしゃいました。自分のできる範囲で練習をしておったんでは世界に通用しないんだ、今世界の選手たちがどのような走りをしてどのような成績を上げているのかということはよく研究して練習をしていけば能力は無限大なんだから、もっと強くなれるはずなんだ、そのようなことは熱を込めて話していらっしゃった姿が印象に残っております。心の力は無限大です。私が今日ここでお話ししたいのはまさにそのことでございます。私たちの心には偉大なパワーが秘められておるのであります。それは心に仏様がいらっしゃるからであります。どうしたらその仏様を見つけることができるんでしょうか。自分を磨くことが心を鍛えることだというふうに私は言っているのでございますが、そして今回のオリンピックにおきましては、チームワークの良さを多くの選手たちが語っておったことでございます。素晴らしいチームメイトと一緒に走り、また泳いで戦って幸せを得たということを言っておりました。この心を強くする栄養が他の人たちの喜びの心であり感動であり、これを共有して一体感を持つ充足感なのであります。東日本大震災の時に世界の人たちが驚きとともに称賛いたしましたのは、
大震災で認識された日本人の資質の高さでありました。諸外国におきましては大災害にはつきものとされますところの略奪も日本ではありませんでした。みんなが譲り合っていたわり合いながら、いたわり合いながら避難生活をは送られました。日本人自身が忘れておったような温かい人間関係がそこかしこに見られたのであります。絆という言葉が私たちの胸に響いてきますけれども、古き良き時代、そういうような言葉がございますけれども、現代の波にさらわれてしまったかと思われておりましたところの、この日本の土台を支えておったところの心がまだ生きておったということを知って、私もたくさんの日本人の方々もほっとした気分になられたんじゃないかなというふうに思っております。17年前の1月17日に阪神淡路大震災が起きておりますが、神戸という大都会を直撃した大災害の記憶は今なお消えません。あの時たくさんのボランティアたちが被災地に出かけて活動をいたしました。それまで日本にはボランティア活動は根付かないとまで言われておったあの定説がみるみるうちに消えていったのであります。その後も災害が起きますとボランティアが支援に駆けつくようになっております。今回の大震災ではそうした教訓を踏まえながら、たくさんのボランティアの人たちが参加していらっしゃいます。仏教におきましても各宗派での慰霊祭のほかに宗派を超えた協力体制で犠牲者の供養なんかが行われておるのであります。しかし日本社会の全体を見渡してみますと、やはりこの温かい心の絆というのは次第に隠れてしまいそうな闇もまた深いのであります。このような時代をどのように生きていったらいいのか、迷い立ち止まる人も少なくありません。立ち止まらないでどんな少しでもいいから足を前に出していきましょう、そのように私は言っておりますけれども、生きるということは動くことであります。とどまっていることは後ろに下がっていることに他ならないわけであります。この世は動いているのであります。この宇宙は動いている、その中で私たちは生きているのであります。そうなんです。いいことも悪いことも辛いことも悲しいことも皆動いているんですね。動いているから振り回されたり動かされてはならないんです。自分をコントロールすることは難しいことではありますけれども、どこかに行って学ぶというものでもなく、誰かに言われて実行するものでもありません。自分自身の心を鍛えればいいのでありますから、本当はいつでもどこでも誰でもできる簡単なものでもあるわけであります。心の塵を払うこと、心のお掃除をして魂を磨きますと、知らず知らずのうちに
仏様と出会う道が開けるのであります。そして幸せがやってくるのであります。私は鹿児島の大隅半島で室町時代から続いた行者の家系に生まれました。父も母も行者でございまして、私は母の胎内にいる時から修行してきたようなわけでございます。私は行者でございますから毎日行をしております。ごもを炊いて皆さん方の幸せを一生懸命お祈りしておるわけでございますが、私は鹿児島と神奈川県の江ノ島に西福寺という寺を持っているんですけれども、ここには世界各地からいろんな方がお見えになって私と共にこの護摩行をなさって帰られます。政治家からスポーツ選手、芸能人から作家など、その分野はいろいろございますけれども、いろんな方がお見えになって行をして帰られます。最近ではプロ野球の阪神タイガースの金本智明選手、また金本が連れてきた新井貴弘選手が、まあ、2人とも今年はあんまり良くないんですけれども、まあ、シーズンオフになりますとやってきて私と一緒に行をしております。金本選手は自分の本の中で私と共にやる行が非常に厳しいものであるということは自分の本の中に書いております。かつては巨人軍の清原選手もやってきて一緒に行をしておりました。どんなに有名であっても、また国家の重要人物であったとしても、みんなうちに来られたら弟子たちと一緒に護摩壇に上がって、護摩壇の横で私が護摩を焚いている、火を焚いている横で一生懸命真言を唱えて行をしていただくわけでございます。大変きつい行でございますけれども、どなたも最後までついてこられます。それぞれの分野のリーダーであればあるほど厳しい行をきちんと終えていかれるようであります。それはどのような日常の生活もそれぞれが、それ自体が行であるからであります。宗教家でなくっても、一つの言葉を完成させるためには能力は当然のことながら、最後までやり通すというこの精神力がリーダーの条件であるんだというふうに私は思っております。毎日毎日の祈りがつながらなくちゃいけないんだというふうに私の母は私にいつも教えておりました。毎日行をしておるんですけれども、その行を昨日から明日へと月を紡ぐようにして重ねていきなさいという教えでございます。一回大きな行をしたら、ああ終わったというふうに思って気を緩めてはいけない。そこで監督した仏様の力をしっかりと持っている、そして次の行の力にしていかなくちゃいけないというふうに母はいつも言ってたんだなと今頃なって私は、分かるようなわけでございますが、しかし若い時は大きな行、例えば真言密教では8000枚護摩行というのがございます。それは1週間断食をして毎日3回護摩を焚くんですけれども、そしてその間に、10万遍大道さんの真言を言います。そして最後の日は水も飲まないで、断食も水も飲まないで8000本の
護摩行を炊くわけでございますけれども、そういうような行を終えたら、ひたすら開放館で遊びに出かけておりました。まあ、母から見ればもったいないことをするなというようなことで、歯がゆい気持ちだったんじゃないかなと今思うんですけれども、私は若い時から今日まで毎日毎日2時間火を焚いて行をしながら、また8000枚ごま行というのをその間にずっとやってきております。この真言密教の最高の秘宝であると言われますところの8000枚行を私が初めてやったのは昭和38年の年でございましたけれども、実家の、私の鹿児島県の大隅半島の外れのところので西大寺という寺を持っています。そこでやりました。以来毎年毎月、若い頃は毎月そういうことをやらされてやっておったんですけれども、現在は毎年5月の14日に、やるようにしておりまして、この大きな行は今年で97回これをやりました。初めてこれをやりました時は東京オリンピックの前年でございまして、日本はようやく戦争の傷跡は癒し始めておった時であったと思います。この自分の8000枚ごま行を振り返るだけで、日本がたどってきた道のりが走馬灯のように駆け巡るのであります。8000枚といいますのは、火を焚くごま行で火にくべますごま木の数なんですけれども、これをやったら飛ぶ鳥を落としたり、河川の水をば自在に操ったり、山をも動かせるようになるというのふうに伝えられてきた秘宝でございまして、大きな法力が備わる行であるというふうに伝えられてきているのでございます。まあ、真言行者が自分の命をかけて行う真言密教の中でも最大の荒行と言われる最高の秘宝でございます。まあ、こういうことをはずっとやってきたわけでございますけれども、私にはこの8000枚ごま行というのは流陰記というこの経典に出てくるんですけども、私はここに説かれているように河川を干上がらせたり山を動かしたりすることはできませんけれども、このまま死んでしまおうかというふうに思うような苦しみを超えて、それが達成できた時には清涼感と安らぎが全身に広がってまいるのでございます。しかしこの流陰記という経典には手法の細かいところまでは書いてないんですね。これをは根拠にしてこれまでたくさんの行者たちがいろんなそういう工夫を加えて行房を形作ってきたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私にいたしましても一通りの作法は父から伝授を受けたんですけれども、実際にこれをやっておりますうちに疑念が出てまいります。その度にこうではない、こうこのようにした方がいいんじゃないか、そういうようなことで試行錯誤をしながら工夫をこしらと凝らしてまいりました。いわば池口恵観流の8000枚ごま行を作り上げてきたというわけであります。だからこれは私独自の手法だというふうに思っておったんですね。で、1988年私は不思議な出会いを体験いたしました。
友達がこんなものを僕は持ってるんだ、うちにあるんだと、ちょっとお前この8000枚ばっかりずっとやってるけども、これを読んでみないかというふうに持ってきてくれたんですね。で、一巻の巻物でございます。それには8000枚記というふうに書いてありました。何気なく漢文で書かれたその巻物をば読んでいきますうちに、私の顔面から血の気が引いて手がブルブル震えたりして、そのうち体までも震え出して止まらなくなってしまったんです。そこにはなんと私が自分が作ってきた、作り上げてきたというその手法、行がそっくり書かれていたんですね。私独自の手法である、行であるんだと思っておった行坊が、700年も前の行者がそっくり同じようなことをはしておったのであります。本当にこれを見たときに私は驚きました。さらに平成元年に前人未到とされる100万枚ごま行は上満することができました。この8000枚の場合は、これに先立って実刻を立って、立って行しながら毎日新聞を1万遍、ごもを今さっき言いましたように3回やって、1週間前から断食をして、そして商業の24時間前から水も立って火を焚き続けるわけでございますが、ごうごうと燃え盛るごま壇でごま木を火にくべながらやっていく行は、地獄の豪華にあぶられているような苦しみをば受けます。100万枚ごま行ではこれが3ヶ月間毎日続くわけでございます。だけども仏様のお加護、また先輩方、友達、後輩のお坊さんたち、信者さん、弟子たち、皆さん方の尊い力をいただいて無事にこれをば達成することができました。なぜこのような苦行をするんですかと、そういうことをばよく聞かれることがございます。100万枚ごま行の達成した上満の日に、私は仏様と一体になれた満ちた感覚でを得まして、生まれ変わったような気になりました。お大師様がなぜ行を尊ばれるのか、体験によってその教えを得た思いでございます。しかし行というのは最終目的ではないのであります。行によって仏様と一つになって得た力をいかにたくさんの方々のためにそれを扱っていくか、分かち合って幸せの道をば開いていくのか、それがお大師様の実践の教えであるわけであります。私はこの百万枚ごま行をば上満するに至りました。お不動様と一体になった体験もいたしました。行の最中に私は光になり、光が自分か自分が光かわからないようなことになったことも何回かございます。それが即身成仏なのかなというふうに受け止めておるんですけれども、その仏になった時に苦しんでいらっしゃる人は癒す火事の力が働くんだと思います。この100日間の100万枚ごま行の上満まであと5日という夜のことでございました。その日の行を終えてようやく家に帰って、一風呂浴びて一人寝室に入ります。再び行場へ行きますまで3時間ほどしか
ないのでございますが、だから仮眠するだけなんですけれども、寝床にベッドに横になってしばらくしてふと目を開けてみました。天井に何か白っぽいものが見えて、それが足元に降りてくるのであります。疲労のあまり幻聴幻覚なという見ているんだろうかというようなことは思います。しかし私は何気なく身を起こして白っぽい影と対峙する格好になりました。顔の近くまで近づいたときに、それがあ、お不動さんだなというような形を、お不動さんの形をしていることが分かりました。不思議にも思わないで、それを見ておりました。そのお不動さんの煙みたいな、そういう姿が私の体のに重なってきまして、ずっと、まあ、自分の体に入ってこられたような感じがいたしました。これ一瞬のことでございまして、疲労のあまりの幻聴幻覚なんだなというふうに私は思って、自分に起きた現象を信じられないで唖然としておりましたら、まもなくストンと眠りについてしまったのであります。翌日の午前1時過ぎにまた行を始めました。体がなんとなく重いんです。ここでやめるわけにはいけません。母が今日が最初の日だ、スタートの日なんだというふうに毎日をそれを気持ちで追って頑張らないとこの100日間はできないよということで、最初に言われて行へ入りました。その言葉をは自分に言い聞かせて御門を書き始めたのでございます。さあ今日も頑張らなくちゃいけないというふうに気合を入れたその時に、白っぽい影のようなものが私の体から抜け出していって、ご本尊のお不動さんの中にこう消えていったんですね。あ、そういえば昨日の昨夜のあのお不動さんなんだ、そういうふうに私はすぐ分かりました。急に体が軽くなってしまって、硬直したような腕の痛みも消えてしまっておったのであります。そして気力が全身にみなぎって真言を唱える声も張りが出てまいりました。お堂さんが新たな肉体を授けてくださったんだ、そのように私は思って、仏様の深いお加護は改めて感じたのでございます。いよいよ最後の結願の日でございますが、3メートル近くになった炎が最後の輝きを増しましたときに、ごま壇の上は七色の光に包まれたのであります。私はその向こうに慈愛に満ちたお顔でこちらに近づいていらっしゃる大日如来のお姿をはっきりとこの目で認識したのであります。宇宙の根幹から響くような我と我が声を聞いた、そのように思った瞬間、私は自分に帰りました。気がつけばもう祈願札はごま木はなくなっておりまして、ついに達成できたというふうに思ったわけでございます。本当の生命の生命に触れた、そのように私は思いました。その瞬間に私は初めて行を知り祈りを知ったようなすがすがしい気持ちになったのであります。行というのは人の苦しみをは知るだけのものではない、この世にあってこの世を超えた空間の境界に触れて大いなる生命に包まれる至福を知ることであって、湧き上がる喜びに心身が満たされることであるということを知ったのであります。
これ上満できたのは私の力ではなかったと思います。お不動様に励まされて仏様方からの祝福を受けた結果でございます。すべての仏様の導きとご縁によるものであるというふうに思えるようになったのであります。この太陽に挑んだことによりまして、私は自分たち人間の小さなこと、我が身が仏様にはるかに及ばない存在であるということは今更ながら思い知らされたのであります。百万枚ごま行というのは御仏の領域に属する営みであって、我々人間の尺度は当てはめることは意味がないというふうに思うようになっていたのであります。この火を中心にした宗教儀式というのはインドの古代からあったのであります。紀元前1500年前頃からインドに侵入して、そして先住民族を征服したり同化しながら住み着いたアーリア民族がホーマという儀式を行っておったのであります。バラモンはこの儀式を取り囲むの役目を持った人たちであったのであります。ごま行というのは三毒を焼き身を清めるというふうに言われますが、火を焚く炉はきちんと掃除をしなければ火は不完全燃焼をして黒い煤だけが残ります。私たちが心に本来持っておりますところの火が燃え盛っていくために、この心という炉をしっかり掃除しておかなければ生命の火を燃やすことはできないのであります。ごまの火は心を照らす明かりであります。そうです、火は明かりなんですね。行は生命の再生なんだ、再生なんだというふうに私は思っております。行によって絞っても絞っても吹き出てくる汗が出てまいります。この世に生きる苦しみや辛さをば体から運び出してくれます。その汗は吹き出た途端に不動様の灼熱の炎で気化してしまいます。苦しみと汗とが体内の死を消化してくれるのであります。行者はこの厳しい行によって瞬間ごとに繰り返されるところの死と生の再生を体験するのであります。すべての才能細胞の働きが停止したかと思う死の瞬間、しかし無我の中で仏様と一体になる歓喜が押し寄せてまいります。はっと我に返るときに体の隅々まで細胞がよみがえって、またよみがえった細胞によって元気な生命力を感じるのであります。この行によって得たところの御仏の力を苦しんでいらっしゃる人たちに分かって、そして救い癒していくのが真言密教で言いますとこの家事でございます。密教では自相と教相というのが二つが鳥の両翼のようにしてあるというふうになっておりますが、この家事という人をお祈りする、病気があった病気を治っていただくようにというふうにお祈りをするのを家事と言いますが、それについてお大師様は家事は理に対する事に属する、競争に対する自相で実践なんですね、である。
行って行ぜざれば信州するがごとくなれども信州とするに足らず。これはこういうふうなことは手紙に書いてあります。これはお大師様が天台宗の最長和上伝教大師様に宛てられた手紙の一節でございますけれども、言葉だけで行をしなければ信州ではない、行こそが密教の根幹であるんだというふうに説いていらっしゃるわけであります。印を組んで真言を唱えてご本尊を念じる真悔の行に真髄があって、そこで得た同志の心、仏の力をいただいた充足感、これをは分かち合って人々を救うのが家事の本来のあり方であるわけでございます。皆さん方は真言密教の密教のお坊さんたちがこの懐で何かこうしてやっていらっしゃるのを見られたことがあると思いますけど、ね、あれは印を組んでいらっしゃるんですね。印というのは皆さん見られたことがありますでしょうか。ちょっとここでやってみますね。これは御神宝という本当一番最初の印でございますけど、こういうことをですね、密教のお坊さんたちは、こう懐で、していらっしゃるんです。一番最初にね。それからいろんな印があるんですけれども、そして仏さんを呼んで、そして仏様にいろんなものを備えて、そして満足していただいたところで、実はこの人の言葉はこういうふうに、していただけませんか。この人が今こういうので苦しんでいるから、こういう言葉は叶えていただけませんかということをね、していらっしゃるんですね。まあそういうふうに、まあ行ではそんなことをするんですけども、家事というのは究極の至上救済であるんじゃないかなというふうに思いますが、行者が促進成仏をすることによって、このまま仏様になることによって仏様と一体になって、その生命力をは加えるかとして、これを受けるものが字と家事の字なんですね。 それだけに行者は毎日日頃から厳しく身を律して行に励んでおかなければならないわけであります。私が八千枚駒行を始めた頃、私は毎月のようにこれは、やっておりましたけれども、4回目だったでしょうか、5回目だったかなと、決断の日にもうご飯も食べずに断食で、ね、1週間も食べないでおって、そして最後の日に、水も飲まないで火を焚いていますから、もう本当にもうあの世行きのような、ことで気を失ってしまったんですね。その時弟子たちが私をその壇から下ろそうとしておりました。もうダメだからもう下ろそうって、その後ろで一緒に拝んでおりました母がつかつかやってきて、苦しかったらここで死ね、行場が行者の死に場所なんだ、お前はどこでも死ぬことはないんだって言って、ものすごく大きな声で、言ってたんですね。でその声を聞いて、私はそのまた意識を取り戻して最後にまで行を続けたで達成できただったんですけれども、私は今も母が言ったこの苦しかったらここで死ね、行場が行者の死に場所なんだというこの言葉がね、頭の中にこびりついているのであります。で今私はいろんな人たちと会います。政治家とか事業家とかいろんな教育者とかいろんな方々が来られますけれども、その壁にぶつかられます。でどうにもならないという時に、私はこの言葉を言うんですね。私は自分が行でもうダメだとなった時に母からこう言われた。
苦しかったらここで死ね、行場が行者の死に場所だ、ね、みんなあなた方のその全ての人は両方を持ってるから、この壁にぶつかる時あるんだと。今はあなたそして首にぶつかっていらっしゃる、この気持ちをもう一度持って頑張ってみてくださいって、ね、行者が行場が自分の死に場所なんだと、ここしかないんだって、もうここから逃れるということを考えないで、これをどうしたらここを突き抜けないことができるかということを考えて、もう一回頑張りなさいとこうやるんですね。そしたら後で先生のあの厳しい言葉で立ち直ることができましたというふうにやってきて、今でも立派な政治家としてやっていらっしゃる人とか事業家になっていらっしゃる人が何人もいらっしゃるのであります。私はこの行場が行者の死に場所だというこの言葉がですね、もうどなたにも通用することじゃないかなと思って、これを皆さんに伝えているようなわけでございます。宗教とかスピリチュアルをたばかって高額な商品を売りつけたり騙したり、あるいは組織の中で抗争から死者が出るという事件まで起こったりしておりますけれども、宗教に対するそういうようなことで宗教に対する目には厳しいものもあるわけでございます。宗教は心の領域で見えません。人間は弱い精神を持っておりますと、どうしても甘い言葉に乗せられて振り回されてしまうのであります。偽物をどうやって見分けるか、いろいろなチェックが必要ですけれども、何よりも一人一人の心の目を養っていくことこそが災難を避ける最良の方法であると思います。祈りというのは願いを叶えるだけではなくって、この最悪から身を守る最大の武器でもあるのであります。行者はいつも死を覚悟しながら祈って火事を受けられる信者さんを守っているわけであります。その言葉は知っていただくだけで騙されたり迷わされたりされることはなくなるんじゃないかなというふうに私は思っております。私の寺では鹿児島でも江ノ島でも、この私が火を焚いてお祈りをする護摩行の時には、信者さんたちもそこに来られた方々もみんな一緒に全身全霊で祈っております。最後に願いを書いた添え護摩行と護摩行は自分の手でその炎にくべていただくようにしておりますけれども、声を張り上げて2時間も真言を唱えて、また般若心経を唱えるのは並大抵の覚悟ではありません。特にこういう夏になりますとね、うちの護摩は木が大きいし、火がものすごく大きくなるんですね。で、本当に大変な、もうみんな火傷を最初の人はされるんですけども、そういうような行でございまして、本当に真剣な気持ちでお祈りをしないと本当に火傷をしてしまいます。しかしそれでも何度も何度もお参りされる心こそ、ご自分で監督した法悦王は知られたから、ここでこうしてお参りして利用していらっしゃるんだなというふうに私は思っております。心身が満ちたその気持ちを他の人に惜しみなく分けてあげていただきたい。そうすれば幸せはもっと大きくなるのであります。行者は行という使命を全力で果たさなくてはなりません。それぞれの人がそれぞれの使命に全力で尽くしていくことこそが祈りの原点であるわけであります。中で休憩があるんですかね。続けていいでしょうか。
休憩されますかね。休憩するんだったら今ここで。どうでしょう。続けてよかったら続けますけど。休憩されますか。中で休憩を取るようにということだったんですけれども。いいですか。はい。では続きます。私は行の前にですね、前と後に自分の気持ちを締めるために誓いの言葉というのを、一緒に大きな声で唱えるようにしておりますが、それは私と一緒に行をする人たちがみんなそこに集まってその主営のところでやって、そして終わったらまた帰ってきてその主営で、誓いというのをやります。それをまずここで、一回唱えてみたいと思いますが誓い。私は我と我が生命を信じます。真を洗い、負を磨き、意を高め、しなやかに強く、優しく、たくましい精神を培います。苦難にあってはこれを知恵の試練と受け止め、安堵の境地を人種として人と分かち合います。心の饒舌を戒め、我が内なる生命の声に耳を澄ませます。日々精神を鍛えて精進し、光を我が熱き力として前進します。我が生命のために、全ての生命のために、生かされている力の限りをもって尽くすことを誓います。これを言って、そして、気合を入れて行場に行くわけですね。そして行が済んで帰ってきたらまたこれをやるんです。この言葉が全身に満ち溢れて、そしてやるぞという気持ちを出して、そして行場に行ってその厳しい行をやって、終わったらまたこれをやって、今度は皆さん方のために私たちは尽くさなくちゃいけないから、これをこの気持ちで頑張ろうということでこれをやっているわけでございます。行というのは楽なものではありません。壇に上がっておりはもちろんでございますから、上がっていなくても上がらなくても燃え盛る炎の前で長い時間を全身全霊で真言を唱え続けていくわけでございますから、非常に苦しいものになります。どうしてそんな苦しい思いをするのかというふうに思われる方もいらっしゃるようでございますけれども、行が終わった時のすがすがしい満たされた気持ちというのは例えようもありません。ありがとうございます。不思議に行が終わったら力が湧いてくるのであります。いろんなことがここで出てまいりますし、また運がつくといいますか、いろんなことがよくいいふうに回るようになりますし、目の前に立ちはだかっておった壁がいつの間にかなくなっておったり、低くなったりして乗り越えられるようになったりいたします。そういうような体験談をよく聞くんですけれども、何よりも行というのは心を鍛えるものであると思います。生きていく上でとても大切なものに平常心というのがありますが、行はこの平常心を育てると思います。生きておりますと次から次へにいろんな問題が起きてまいります。その度に動揺したり嘆いたり、周囲に当たっておったんでは問題をこじらせることになってしまう。いつでも心のゆとりを持って対処できるように、この行によって大きな心をは育てておきたいものでございますが、小さな心はトラブルを収められません。
大きな心を作るために、また平常心を育むために行を重ねるわけであります。行をすることは密教でいうところの心杭をきれいに磨くことであります。心というのは体のことですね。身体の心です。空というのは言葉です。意というのは意志です。体の力、また表現する力、そして考え思う力をば磨いていきますと、必ず幸せになれるんだ。そのようにお大師様はおっしゃって、この基本を大切にするように教えてくださっているのであります。要は私たちの行体とする行とか、いろいろな禅の行とか、いろんな行がございますけど、そういう宗教家がいる行だけじゃなくって、それぞれにはそれぞれの皆さん方にも、みんなそれぞれの行場が与えられておると思います。その行場で心杭、体と心と言葉をフル回転して努めていくことが本当の行で、いい知恵をいただけるのであります。どれか一つだけできればいいというんじゃなくて、それぞれの調和が取れているということが大事でございます。この心杭を、体と心と言葉を清らかにすれば、この世にありながら仏様と同じ行事で幸せに生きられるというふうにお大師様は教えてくださっているのであります。さまざまな分野で心技体というのを大切さをば説いておりますけれども、心を鍛えるということは、この三つのバランスがうまく取れるようになるということであります。考えるときは頭が動いているように感じます。感じるときは胸のあたりが動きます。また行動するときは、体の重心点でありますところの丹田に力が入っているはずであります。しかしこの3つだけが動いているわけではないんですね。この3つをコントロールしている私という意識があるわけであります。お大師様はこの司令塔を式というふうに呼んでいらっしゃいます。意識の式ですね。心のお掃除をするために、心を鍛えて幸せになるためには、この式をはしっかりと磨いていくということが大事であるというふうに私は説いてまいりました。どの分野におきましても、一生懸命何かを追求して生きていらっしゃる人は、行をしているのと同じ精進を重ねられて、心を磨いていらっしゃるというふうに思って私は尊敬をいたしております。そうした方々はみんなこの識を磨いていらっしゃるんだというふうに思っております。体力をつけること、能力を鍛えること、心を正しく保っていくということ、それは私たちに備わる能力のすべてを使って生きることであります。心が明るくなる、それは仏様がそれぞれに持たせてくださった明かりの光が見えるようになってきているからであると思います。お大師様は、眼を明らかなれば触れるものことごとく宝なり、こういうことは教えてくださっております。ここで言いますところの眼というのは心の目のことですね。目の能力は視力だけじゃないんですね。本当の
目力っていうんでしょうか、この目力だと思いますね。体を使って学んだことは体が覚えております。脳を使ったことは脳が覚えております。心を使ったことは心が覚えております。みんなしっかり記憶して再生することができる、それが生き物の素晴らしい能力であるわけでございます。とりわけ仏様が我が身と同じ力を発揮できるようにというふうに万能の才能をいただいた人間にはこの再生の力が大きいんだというふうに私は考えておるのであります。先生に言われた通りに毎日般若心経を唱えておったら最初はとても長く感じられて普通だったのに今では楽々に唱えられるようになりました。そんな言葉を言ってくださる信者さんもいらっしゃって私は嬉しい思いをしたんでございますけども、マラソンも読経も同じことだなというふうに思うんですね。行を毎日重ねていくということは祈りを楽しみにしていくことにつながるのであります。継続は力なる、この言葉から私は母の小さい頃若い頃言っておった母の教えがよみがえってくるのでございますが、八千枚駒行を始めた頃の母は私にお前の行はつながっておらない、だからダメだと言っております。私は厳しい行が終わりますと先にもちょっと言いましたけども解放感を得た思いで遊びに出かけておったのであります。それでは八千枚駒行という尊い行をさせていただいたせっかくの仏様の心が届かないじゃないか、私はそう母を思って私をは戒めておったんだなというふうに思うんですね。行を終えたら解放感ではなくって充足感が得られるのであります。その満たされた心が仏様と一体になって苦しんでいらっしゃる人々に生きる力を分かち、また癒してあげて、その喜びがまた私の喜びとなって帰ってくるというわけであります。いつしか私にとって行を終えた瞬間の満たされた気持ちが次の行につながっていって私と仏様とを結ぶこの絆が強くしなやかにはまれているんだということを実感するようになったのであります。諦めない、飽きない、煽らない、私はお寺においでになって私と共に行に参加される人たちにそのように言っております。気がつけば最近ついておる、そのようにおっしゃる人もいらっしゃいます。ある時バス停に向かって信号を渡ろうとしたらもうバスが到着しておって、もう出そうになった、それで諦めてはいけないんだと言って思って走って信号を渡ったらバスの運転手さんが待っていてくれて間に合った、そのようなことがしばしば起こるようになって、ああこれが祈るということなんだなというふうに気づいたというふうに言われるんですね。諦めないという心の力をば育ててくれたというのが祈りなんだというふうに思っていらっしゃる。祈るときは一心に祈ることでございます。集中して祈っていかなくてはいけないと思います。ノーマンガンというお大師様の教えがございます。能力の能という字に満ちる、願いが満ちると満願というふうに書くわけでございますが、
よく願いが叶うという意味でございます。これはお大師様が書かれた運食という本の中に出てくる言葉でございますけれども、運というのは梵字の五十字文の一つのでございますが、神社の入り口に、置かれた狛犬さんがございます。片や口を開き、片や口を閉じているのは、アウンというふうに言ってますが、このアウンの呼吸という言葉がありますね。あのように、アというのは宇宙の始まりであって、生命の根源を象徴する梵字でございます。この文字をばイメージしながら瞑想する祈りもあるわけでございます。これをアジカンというふうに密教では言っておりますが、こういう密教の祈り方でございますね。禅の方。これに対して、運という字は宇宙のすべてを象徴するものであるともされております。生命は味に始まって運事で成就する。ああで生まれてきて運で死んでいくというのが教えのエッセンスでございますけれども、この運事の文字には教えのすべてが含まれておりますので、拡大しても目立れることがなく、省略しても何一つ漏らすことがない、それほど完璧な文字であるというんですね。生命というのはこの運の字に象徴されるように、不安も恐れもない仏様の心に抱かれたような完璧な境地であるというふうに言えると思います。その運の字には全ての人の願いが叶えられる力が備わっておって、これが能満願ということなんですね。苦しみがあるからこれを取り除きたいと仏様に祈るわけであります。苦しみは実は仏様の世界に響く祈りの種でもあるわけであります。私はそれをば宿泊は御仏の贈り物だというふうに説いております。現代的日本の問題点は苦しみを避けようとする傾向から生じているんじゃないかなというふうに私は考えたりするんですが、私がやっているごま行は苦しみの中から仏様との一体感を得ていくものであります。そしてこれをは達成できた時の喜び、充足感がさらなる精進につながっていくのであります。そのように人生も同じことでございまして、苦しいことがあったら逃げないで向き合っていく心の力をは養う、最も苦しいところをは克服することをは学んでいきますと、あとは楽になるのと同じであります。祈りをつなげていくことこそが苦しみを仏様の贈るものに変えるパワーになるのであります。お大師様が教えてくださるところの煩悩即菩提というのはこのことを説いていると思います。能面役能というのはよく迷いよく悟る、これこのようにも訳しますが、迷いが多かったものほど実は悟りへの道は近いのであります。私はこの言葉をこそ、その現代の特に若者たちに送りたいなというふうに思っておりますが、もっと迷ってみたらどうか、もっと苦しんでみてもいいんじゃないか、迷うことを怖がらないで、また苦しむことを恐れないで前に進んでみたらどうか、そのように若者たちに私は言っております。迷うほど君は選べる道をは知っているんだ、苦しむ力をは持っているんだよと、そのそうしたメッセージをもっともっと広く伝えていきたいなというものにも思っております。
前に進んでいく心を鍛えていけば、その先には道が開けるのであります。というのは運が開けるということですね。迷いと苦しみがいっぱいの世界であるこの世の中は、まるで旅の宿のようなものであって、長くとどまるべきところではない。我々が住むべきところは、自分の一心、我が一心、すなわち生まれながらにして備え持っている仏様の世界である。お大師様は、御仏は自分のうちにいらっしゃる、そういうのように繰り返し繰り返し教えてくださっているのであります。精進をしていきますと、苦しみを突き抜けたところで必ず仏様に出会うことができるのであります。宿泊がございます。宿泊は御仏に出会うための贈り物であるというふうに自覚できた時から、あなたは長い道中を終えて我が家に帰り着くことができるんです。現代は若者ばかりではありません。政治家も経済人も社会そのものが迷っているように思います。迷って迷って、しかし何に迷っているのかさえ分からなくなってしまっておるようであります。迷うのは自分がどこにいるか分からなくなるからであると思います。英語はこれを道を失ったというふうに表現しておりますね。で、インドのヒンズー語はなくなったというニュアンスの言葉でこの迷う言葉を表現するんだそうでありますけれども、日本語でも方向を失うという表現をいたしたりいたしますね。しかしお大師様が言っていらっしゃるところの能面、よく迷うという言葉は失うことではなくって選択するという意味合いが強いものであるのであります。仏様は私たちの毎日毎日の風景にあらゆるメッセージを描いてくださるのでありますけれども、これを読み違いますと薬になるはずのものが毒になってしまったりする。だからよくよく迷っていい道をば選びなさいという教えであるというふうに私は思っております。迷うことをば恐れておっては、私たちは地図のない新しい土地を探検することはできないのであります。新しい探検には危険もつきまとうのでありますけれども、大きな喜びもあるのであります。準備して危険を避ける心のゆとりも大切であると思います。誰かが作った地図だけを頼って目的地に到達したとしても、地図ばっかりを見て周りの風景を見ないでおりますと、すれ違った人とも話もしないで旅を終えてしまうことになりかねないのであります。迷うということは出会うことでもあります。よく迷うことはいい出会いをすることでもあるわけであります。出会いを仏教では縁という言葉で教えておりますけれども、生命は天に広がる網で結ばれているわけでありますから、縁というのは一つ一つの結び目をつなぐものであるというわけであります。ちょっと前から無縁社会などという嫌な言葉が流行ってきておりますが、無縁の人という人なんかは決してないわけでありますが、言葉で語られるその内容は日本社会の心の荒廃が現れておりまして、実演とするばかりであります。親の年金で暮らしておった息子とか娘が親が亡くなってしまったのに、
これを隠して葬式も出さないで暮らしておったという事件が立て続けに明るみに出たことがございます。そしてまた親の介護で仕事を失って暮らしが立ち行かないくなっているケースもあるわけでありますけれども、死臭を我慢して親の遺体と暮らしていく心のありようをどのようにどうかしてこうしたことは救ってあげたい、救えたらなというふうに私は思うんです。そして最近各地で調査が進んでおりますところのいじめの問題がございます。いじめっ子の問題はその親の問題でもあるのであります。教育現場で何が起きているのか、もっと授業をしていかなければならないと思いますけれども、この100年余り日本の社会は大きく転換してまいりまして、生活も価値観もすっかり変わってまいりました。それでも戦後もしばらくは旧来の生活やものの考え方が残っておったんですけれども、この半世紀の日本社会の変化といったものは世紀を超えるような大きなものになっているのであります。まず家族構成の変化でございます。戦前の家の制度は良くないということを言い出して核家族化が進んでまいりました。それまではおじいちゃんとおばあちゃん、お父さんとお母さん、子供という3世帯が同居する家族構成は当たり前でございましたけれども、昭和40年代になりますと夫婦と子供という核家族が一般的になってまいりました。最近の少子化はこの頃から始まっておったのであります。高度成長の時代は東京生まれよりは故郷に両親を置いて大都会で暮らす人たちが多かったのであります。集団就職で上京してそのまま都会で生活をしてもその根は故郷にありました。年末年始とかお盆、夏のお盆にもなりますと帰省ラッシュが激しいものでございます。現在でもその流れは変わらないようでございますけれども、変化はじわじわと広がってきているのであります。今、各地の寺が困っておりますのは、墓地を都会に持って行って、もう墓参りにも帰ってこない人たちが増えているということであります。檀家が減っていくという深刻な存亡の危機を迎えておるのであります。明治維新の廃仏毀釈でも残った江戸時代からの寺と住民との関係が消えようとしているのであります。その代わりに都会では納骨堂が増えたり、小さな墓地の一角を囲って墓園として売り出すことなんかがあったりして、時に無理な墓地業者が問題になったりもしております。昨今は孤立化と呼ばれるケースがいくつも取り上げられております。一人ぼっちで誰にも見とられないで亡くなっていかれる、孤独死ではなくって同居する家族はおるけれども老老介護で介護する方が突然亡くなられて、介護されておった方は衰弱し、あるいは餓死してしまうという悲惨な状態でございます。行政も近隣の人もプライバシーを気にしてなかなか
踏み込んでいけないうちに孤立してしまうというわけであります。かつての日本の住居は人の出入りが非常にたやすくなく、たやすかったんですね。だけども長屋にも公営住宅にもまた猫の額ほどに庭があったりして、隣近所付き合いは庭越しの会話とか台所を覗きながらしておったというものであったと思います。今ではどうでしょうか。同じ広さでも高層化した住まいは入り口のドアでしか行き来ができなくなってしまって、ドアが閉まっておれば家の中の出来事は何もわからないわけで、わからなくなってしまっている。幼児の虐待を防ぐことができないのはこの住宅構造にも一因があるかというふうに思いますけれども、背景にあるのは家族構成の変化だけではなくって、人口爆発の問題があるというふうに私は思ったりもしております。ローマクラブという世界の知識人の100人による団体が1960年代の終わり頃から地球の有限性について警告を発しておりました。そこで世界の人口が急激に増える爆発が起こるとしていたのが私の印象に深く残っておるのでありますが、今世界はもう90億の人口を抱えているのであります。そして人類は随分長寿になってまいりました。長生きするということは人類の夢でありましたのに、今では長く生きる苦しみが取り沙汰されるようにもなっております。年金問題をはじめ、これまでの国家の枠組みの中で対応できしきれないほど人口は増えてしまったのであります。しかも出産率が低下しているんですね。日本は急速に高齢化社会になっておるのでありますが、国の仕組みが変わっていないところに種々の問題が噴出してきているんだというふうに私は、見ておるわけでございます。そして親から子へ、また孫へと暮らしの知恵も倫理も伝えられなくなっているのであります。かつてお墓参りは子供たちに親が故郷を語り継ぐいい機会でございました。日本人は豊かな自然の中で生きてきた感性で、亡くなった人たちの霊と暮らしてきたのであります。家には仏壇が置かれて、ご飯もお茶もお供えされます。珍しいものをいただけばそれをお供えして、初物が出たらそれをお供えして、こういうのが取れましたよと言っておじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんに備えてきたので、肩にかけて備えてきたわけでございます。そのご先祖様と語る仏壇もまた住宅からなくなろうとしているのであります。私は昭和の終わりから各地の国立大学の医学部で講師とか客員教授をやってまいりましたけれども、この集中講義の形で1年に何回か胃の心は医学生たちに話してきたわけでございますが、生命というものをただ医学上の観点から捉えるんじゃなくって、宗教観も交えての生と死の観点から若者たちに語っていただけないかという教授たちからの要望があって、この医学部で講義をするようになったわけでございました。現代は科学研究の進歩がとても速いスピードで押し寄せております。特にこの医学の分野の研究開発は目覚ましいものがあります。
人間のある種の細胞から人体の一部が再生できて難病の治療なんかに威力を発揮する再生医療が始まっております。また生殖教育行為がないままに子供を作れるクローン技術も登場いたしまして、生命の根本を問われてきておるのであります。これは神の領域に入ることだという声もありまして、倫理問題を世界で確立しようとしておるようであります。私たち宗教家にとりましても考えなければならない重大な問題であるというふうに思います。ご先祖様という言葉はどのように捉えていけばいいんだろうか。私はこのところこういう言葉をよく考えるんですけれども、ほとんどの人間は自分がどこから来たんだろうかというふうなことを考えます。根源的な疑問でございます。かつてアメリカのテレビドラマのドラマでルーツという物語が人気を集めまして、日本でも放映されたことがございますが、黒人の男性が自分のご先祖様の足跡をたどってアフリカまで行って奴隷として売られた過酷な人生を発見する物語でございました。これは実話をもとにしたドラマであるというふうに聞いております。自分のご先祖様はどんな人たちだったのだろうか関心を抱く人はたくさんいらっしゃると思います。これまでの常識から言いますと、私たちはお父さんとお母さんがあってこの世にこうして生まれて存在しているわけであります。そして両親の親は4人です。そのまた親は8人になります。こうして遡っていきますと10代前になりますと2046人です。20代前になりますと209万7150人ものご先祖様によって私という一人の生命が作られたということになるわけであります。そのご先祖様は私たちがこの世に生きて得たところの情報とか、そのまたご先祖様から受け継いだ生命の情報を子孫に伝え続けているのであります。両親から一人の生命が誕生していきますには70兆もの組み合わせがあって、つまりは70兆分の1というとてつもない確率で私たち一人一人の生命が作られているのであります。どんなに似た一卵性双子でも双生児でも同じではないのであります。男女の結合によらなくても子供が生まれるということになりますと、ご先祖という概念が大きく変わることになるんじゃないかなというふうに思います。私は常々今生きている生命を樹木の葉であるとしますと、ご先祖様は根っこであって、ご先祖を供養するということはその根っこに栄養を与えるものであって、祈りというのは連綿と過去から続く生命の情報に語りかけるものであるんだというふうに説いているのであります。根っこが元気であればご先祖様をしっかりお供養して、根っこが元気になってくれば樹木は生い茂るのであります。自分たちが素晴らしく幸せになるということですね。根っこの生きる力が弱くなってまいりますと樹木は枯れてしまうのであります。クローン人間はご先祖をどのように考えたらいいんだろうかなということも思いますけど、とにかく私たちはご先祖様はしっかりと供養していくことによって自分たちが幸せの道が開かれるということでございます。お寺参りというのは大事なことであるということは分かっていただきたいと思います。
ご先祖さんが必ずしも直系でなくっても一人一人が持つ先祖、つまりは遺伝子をば健やかにしたいというふうに語りかけることはできると思います。血統だけがルーツではないというふうに先祖用の概念を広げていけばいいんじゃないかなということも考えたりするんですけど、人類は遡っていけばアフリカの女性に行き着くというそうでございますから、たとえ人工的に手を加えた生命であったとしても一人の人格として尊重できる社会を作っていけばいいんじゃないかのじゃないだろうかというふうなことも思います。さらに心というのは何なのかという問題もこのところ新しい研究が進んできているのであります。心というのは抽象的な存在ではないというふうに私は考えているんですが、科学的な検証ができるようになってくれば心というものは物質面からも説明できるようになるんじゃないだろうかと思います。お大師様は心はすなわち本尊なり、こういうことを言っていらっしゃる。地獄も極楽もこの世に生きる私たちの心で味わうものであるというふうに教えてくださっているのであります。仏様は心の中にある。心を鍛えることは仏様と出会う道を見つけることであるというわけであります。闇に光を見つけながらひたすら前に進んでいくうちに道は開けていくんだということを信じて毎日毎日を大切に生きていっていただきたいというふうに思います。で、先にも申しましたように全ての人は自分それぞれに行場を与えられております。その行場で神髄を働かせて一生懸命努めていけば自分の中にいらっしゃる仏様の光が出てきて自分の体が光ってまいります。そうしますと光のあるところにはいいものが集まってまいります。暗いところ、ジメジメしたところ、汚いところ、心にはこういうところには悪いものが集まってきます。いいものを集めて本当にいい人生を送るためには自分の神髄をしっかりと磨いて、そして自分の行場で神髄をフル回転していっていただければ幸せな人生を送れるようになっていただけると思います。まあこういうことでちょっと時間が長くなったかもわかりませんけれども、私のお話を終わらせていただきます。どうも先生、どうもありがとうございます。